前ええ加減にせえやお前。お前やる気あんの？何回同じとこ間違えた。おい！バイトばっかりしちゃう。お前バイトする時間あったら練習せ言うとるやろな、お前これ。すいません。楽器だけの持ってよ、お前。お前にフェンダー100で入んじゃこれ。いつもいつも思ってた。サルビアの花を。あなたの部屋の中に投げ入れたくて。そして君のベッドにサルビアの赤い花を敷き詰めて、僕は君を死ぬまで抱きしめていようと。なのになのにどうして他の人のところに僕の愛の方が素敵なのに。おい剣、パチンコ行こうや。剣、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 
しませ。はい、よかったらこれどうぞ。え、ハロプロのイベント毎月やってるんで。あ、ありがとうございます。はい、西野さんとかほんま普段からハロプロの話しかせえへんけど、何がわかんねん。ハロプロなくなったらどうすんねん。そんなんハロプロの思い出話したらいいよ。それでは先日のハロコンの MVP を伺っていきますが、伊藤君どうですか。ロッキーメンバーは正解やったなと。うん、あ、特にあの田中玲奈の歌がさらに良くなってて、シャウトするとほとんど応援深夜みたいやなって思いました。それ伊藤君がただ明太ロックが好きやっていうだけやなって。卒業のナッチを除けば今回松浦良かったですね。一人で娘本体超えるんちゃうかっていう存在感あって、うん、なるほど。中橋さんどうやってますか。歌で良かったのは道重です。一瞬しかないよ。シャボン玉言うだけや。でも道重はまた私が一番可愛いってはっきり言ってて、そう言って声も可愛いし、で実際その通りだと思いましたよ。俺は道重と紺のメインボーカルのシングルが出たらいい声のおかげで大ヒットすると思います。声が可愛いといえばね、先日理解して女の子を聞きながら自転車に乗ってたな。もういい歌すぎてうっとりしてきて、赤信号に気づかず車に轢かれかけたんですよ。車に轢かれた男に駆け寄ったら外れたイヤホンから理解して女の子聞こえてくるんや。いや、それはそれで男の最高の死に様やなぁ思うんですけどね。今日もめちゃめちゃ笑ったわ。ほら、ありがとうございます。すいません、今日すごい楽しかったです。ありがとうございます。チラシありがとうございました。あの時の。あ、はい。自分もハロプロ好きなんや。はい。誰推しなん。推し、お兄さん、あやや推しちゃう。あ、いやいや、大好きです。え、わかります。わかるわ。適当やで、この人。それすごいですね。自分で作ったんですか。すごいやろ、大概自作やねん。え、あんたちゃうやろ。俺ですよ、お兄さん。お兄さん、何これ金鉱税なんぼかかったん。2万ぐらいやろ。2万もしてへん。ピンサロ2回分や言うてたやん。送料込みで7000円。お前一回なんぼで抜いてもろてんねん。3号やそれ。ピンサロか。ピンサロやろ。あ、よかったら一緒に行きます。え、打ち上げ。あ、うち、あ、いいんですか。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ほな、さっき言ってますわ。6人ですよね。席あるから聞いてきます。おたく学生仕事してる。バイトはしてます。
何のバイトしてはるんか知らんけど、人間やったら名前ぐらいあるんちゃう。名前、鶴木です。僕は小泉言います。小泉です。名前は一応小泉。小泉さん、よろしくお願いします。自分自己紹介遅いな。さっきロビさんにあややをしちゃうか言われたり、中内に飲み会誘われたりしたのに、なんでそこで名前言わへんねん。ああいう無職の連中には政府かもわからんけど、まっとうに仕事してるもんからしたら自分欠陥人間やで。小泉、6人入れるか。今からこの鶴木君言う人が聞いてきますわ。はい。お前何リアル弁慶してんねん。いや、あの人が自分で言うたんすわ。自分で言うたか知らんけど、イベント来てくれた人をなんで使うんや。お前ネット弁慶ちゃうんか。ネット弁慶ですわ。ほんなら弁慶はネットだけにしとけや。あの、満席なんで別の店も聞いてきます。はい、もうええねん。タコ部屋あるから。タコ部屋ってひどいな、人んちを。行きましょう、タコ部屋。タコ部屋言うな。へえ、鶴木君ベーシストなんや。ベースかっこええな。そうですかね。僕はかっこよくないですけど。そや、ライブやっとったらモテるやろ。全然モテるバンドじゃないし、毎日バイトばっかりで。でもな、バイトで疲れてフラフラで帰ってきて、一人で弁当とか食うてても、あや見たら元気出るんちゃう？はい、西野さんもそうですか？うん、俺はごっちんやけどな。めっちゃ元気出んね。ほんとそうなんですよ。わかるわ。鶴木君言うたな、こいつみたいになったらしまいやで。ハロプロ以外にちゃんと自分持っときや。ハロプロ以外に何がいんねん。お前客来てんのになんでのんきに風呂入ってんねん。いや、ここ俺の家ですやん。そんな俺の勝手でしょ。え、なんで。何やねん大きな声出して。どうしたん。体重50キロしかないねんけど。どないなってんの。またロビさんのいたずらやろ、どうせ。え、あ、伊藤さん、これ言ってたやつ作ってきました。あ、ほんま。ハハ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 。アヤのやつ持ってきたで。あ、今からみんなで見ようや。ちょ、ロビーさん、俺の体重計なんか細工しました。はあ、そんな知らんわ。壊れてるだけやろ。洗濯機に入ってる女物の下着やったら俺やけど。はあ、なんでそんな意味ないいたずらするんですか。ほんま。鶴井君な、欲しいもんあったら持って帰ってええねんで。え、いや、え、いやいやいや、いやでも、いやいやいや、え、え、いやいや、え、うわー、え、いやいやいや、ええやろ、え、手の振り、いや、え、いや、待って待って、何してんの、いや、何してんの、もらっちゃっていいんですか、あかんに決まってるやん、いや、いらんやろこれ、硬いこと言うなよ、いやいや、いるやつやん、いや、やめて、何してんの、あかんよ、なんか欲しいの、なんか、あ、いや、あ、そうですよね。いや、でもええよ、じゃあこの、あやのポスターええよ、2つあるし。うん。いいんですか？これだと1個ええよ。え？もうやめとこうね。ありがとうございます。何してんの？え、開けていいですか？お前何やろ、ビデオパチってんねん。やめろや。なんで切れてんの？パチってへんやん。いや、パチってるやん。いや、パチってへんやん。切れてんのおかしいやん。パチってるやん。何してんの？いや。なんで話せへんの？何してんのこれ。見るなや。何してんの。なんで見るん。やべ、なあ、痛い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 。してんねよ。何もすんな。痛い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 。何してんの。こうして僕は自分と同じようにアイドルに魅せられた男たちと出会った。僕は青春時代をもう一度やり直すようでワクワクした。
いないですか。そんな心配せんで大丈夫やって。みんな鶴木先輩の友達やからね。後で紹介するよ。とりあえずどうぞ。WU はほんまに娘本体を超えるかもしれんと思ったんやけど、なんかカバー曲ばっかりでどうなるかと思ったら、ああいいながめちゃくちゃ良かったわ。まあ鈴木大地秀幸の編曲に間違いはないやろ。前の方空いてるかな。しーちゃん座る。いや、ここで大丈夫です。お、ほんと。あの時急にロビさんがうちに来てすぐ歌いに行きましたよね。アヤヤには小器用に役に合わせる必要を全く感じません。スターなんだから、カメレオンじゃないんだからね。せやね。そうなんです、うん、だからね、うん、これは、うん、さっきの女の子2人、鶴木の知り合いか。ああ、大学の後輩です、うん、あの頃は座ってトーク聞きたかったんちゃうんか。席あんねんからきちんと案内したれや。自分が追い返したからロビさん怒ってはんねん。なんで僕が追い返したことになってるんですか。学園祭のことで相談に来てただけですよ。何の相談や。いや、ハロプロのイベントやるからみんなに出てほしいって。そんな泣けること言われてなんて答えたんや。え、僕の一存では返事できないから一応相談してみる。何が一応相談や。そんなお前の一存で即答せえや。まだ外におるんじゃ。まあ、すいません。自分なんでそんな冷静な。え、西野さん興奮してるんですか。大チャンスじゃないですか。全然わかんないですけどチャンスって何なの。ハロプロの警護活動や。こうして西野さんの主導のもと、僕らは大学の学園祭に出ることになった。なんか楽しみになってきましたね。悪い予感しかせえへんわ。あいつら大学生の前に出してる人間ちゃうやろ。なんでですか。なんでって、アホが身の程も知らんと啓蒙活動とか言うてるけど、所詮は無職のおっさんの集まりやないか。年して貯金もない、彼女おれへん、アイドルに詳しいだけで何の取り柄もない男らをやな。学園祭言うたって大学は教育の場所やねんから、入れたらあかんわ。おはよう。おはよう。ましてや女子大生やで。
伊藤みたいな犯罪者放り込んで何かあったらどうすんねん。いや絶対ちゃうやろ。 どっちよ。いや小泉さん、そこまで言わなくても。実際あの子たちが求めてるのはハロプロのことを教えてくれる人なんだから、逆に言ったらみんなぴったりじゃないですか。はあ、石野なんかもうかわいそうに売れすぎて気に入れないわ。ほんでまたハロプロ年表に戻りたいんですが、あ、そう、この棒今日このために朝うちのラジオのアンテナ引っこ抜いてきたんですよ。いや、そんなもんね、ハロプロにはそれだけの価値があるからやないかいうことでね。お前何の話してんねん。いやないか。で、2004年1月ハロープロジェクトキッズからベリーズ工房結成。この子たちまだ小学生ですが、デビュー曲のあなたなしでは生きてゆけないのえげつなさ、小学生にいきなりこんな大人っぽいこと歌わせるっていう子供の声とそのギャップがめちゃくちゃ音楽的であり実験的だと思うんです。あのね、センスさんほんまにすごいです。皆さん今日帰ったらこの曲の PV 見てください。ほんまに可愛いしかっこいいってなりますから。シミハムちっちゃかわいいなりますから。シミハムハムハムいうことでね。あれ風俗の借金でいつ死んでも文句言われへん男やで。あんな週30本も AV 借りてくるような勢力魔人にベリーズ工房のこととか語らしたらあかんやろ。なんや。なんや、何も言うてへんわ。俺の借金のこと言うてたんちゃうんか。ほんまほやこいつ、何も言ってないっす。いや言うてたよ。もらんかったわ。作戦会議しようや。そんな風にみんなのことをバカにしていた小泉も、あのね、言わせてもらいますけど、ここにおる大学生とか誰が見ても藤本さんのルックスは素晴らしいわけですよ。でもね、藤本のルックスから気になって娘の曲を聴いてくれたらいいのに、一般人はそこまで至らないでしょ。知的好奇心が薄いんですよ。あの人たち、シエの知り合いなん？あんたが読んだんよね。はぁ、ちゃうし、ヤスコが、ヤスコが大丈夫って言ったから。止まる恋の花咲く浮かれ絶対うおーってなるで。なるな、これフィナーレに置いとこう。いや、うおーってなるのはモータでしょ。普通の大学の学生がそんな盛り上がりますかね。紹介するよ。ね、俺も剣がこんなにアイドルにハマるって思わんかったし。そんな遠慮しないでよ。俺にあややの良さを教えてくれた人なんですさ。いいよ紹介。
しーちゃん大丈夫？うん、大丈夫。なんかごめんね、思ってたのと違ったよね。あややのコンサートも今日みたいに盛り上がる？もちろん。うん、なんで？来週あるんだけど、あやこん？あやこん？あの、あややのコンサート。行きたいな、あやこん。幕の内弁当一つ。はい、毎度。嘘やろ！本当ですよ。行きたがってるの、やすこちゃんの方なんで。アホか。今頃約束したってチケット取られへんわ。いや、もともと誰かと行くつもりだったから2枚買ってあるんですよ。自分最近イラつくわ。はい、お金払えや。ありがとうございます。いくらですか？2531円。細かいのないんで25でいいですか？26や。じゃあ3000円でお釣りくださいよ。細かいの持ってへんから3000円預かっとこ。いやダメですよ。誰のおかげで女子と松浦君行けると思ってんねん。俺はな、自分のために嫌われもんなっとんねん。ありがとうございます。エロすぎます。ありがとう。写真撮ります。はい、チーズ。お会いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きます。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、いつもそう見てて、で、その今日来るって聞いて、で、来ました。そちらが来るって聞いて、こちらも来ました。ありがとう。かわいいね。緊張してるの？いや、はよ、並びや。写真撮るから。ちょ、肩いて、ウサちゃんピースで。お前ガチガチやん。いや、最悪。バイバイ。ありがとう。これ差し入れです。後で食べてください。あ、すみません。食べ物の差し入れはお断りしてます。これめちゃ美味しいんですよ。僕いつも食べてて。美味しいとか美味しくないとかそういう話じゃなくて。断られてんで。いや、ダメですよ。何？ほら、めちゃめちゃ美味しくて。そういうことじゃない。いいじゃないですか。せっかく買ってきてくれたんだもんね。ありがとう。後でちゃんと食べるね。ありがとう。僕いつも食べてて、この弁当本当美味しいです。そう、ありがとう。ええー、もん見させてもろたわ。いい子ですね、もなみちゃん。てか自分あんな緊張してもうてよな、応援してますも言われへんのな。ほんま失礼やで。呼ばないでくださいよ、落ち込んでるんですよ今。松浦の握手会やったら遅刻しちゃうか。ああ、もうそんなことであやに迷惑かけたくない。おい、つるぎ。はい。写真撮ってくれ。いつの間に。来よったで。いや遅いて。すいません。何してたん？すいません。え？何してたん？寝てました。あ、寝てたん？いや人待たせといて気持ちよく寝てる場合ちゃうぞ。すいません、しこってました。しこってたんかい。
道理でイカ臭いわけ。いやいや、匂ってないでしょ。匂うわけがないでしょ。ねえ剣さん、はい、俺らぐらいの年でさ、若いくせに昔は良かったとかいうやついない？いますね、学生時代が一番良かったとかいう人。学生時代が人生のピークってどうなんだろうね。俺なんか大人になってどんどん楽しくなってきて、今が一番楽しいけどな。僕たちは小学校、中学校、高校、大学と卒業するたびに出会いと別れを繰り返す。しかし大人になった今、もう卒業はない。あ、めっちゃまずい。何これ。仲間たちとのこんな中学10年生のような時間がこれからもずっと続いていけばいいな、なんてことをふと思った。よかった、65キロ。なんでいつも体重気にしてんねん。いや、健康大事ですやん。何キロっすか？59キロ。はい、健康。軽っ。は？なんだこれ。え？なんなん？は？え、マジか。なんやねん。サーブ！どんだけ腹痛いねん。これ多分、仮病やで。どうした？本日のロシアのコンサートツアー2018年クリスタルのご来場者が誠にありがとうございます。開演に先立ちましてご来場のお客様にお越しいただきます。席内でのご入室はご遠慮ください。電波の禁煙となっております。携帯電話、ポケット電話、アラーム付き腕時計などこのデバイスは他のお客様のご迷惑になりますので、必ず電源を切ってくださいますようご協力をお願いします。まもなく開演でございます。ロビーに乗るお客様は残念だったな。せっかく2枚取ったのにな。可愛い子ちゃんと一緒のはずだったのにな。あの、すいません。はい、何ですか鶴木くん。おじさん、誰なんですか。僕かい。僕はね、20年後の君だよ。いや、ちょっと、何すんですか。迷っちゃダメだよ。いや、迷ってないですよ、何ですか。君は今のままでいいんだ。最高の仲間たちと大好きなアイドルを追っかける。彼女いる？いらないね。お金いる？全然欲しくないよね。あややがいれば何もいらないよ。そうだろ？音楽やりたいなんてもう忘れようぜ。20年後の君を見ろ。ほら、僕は今ものすごく楽しい。君の人生はずっと今のままだ。それが一番幸せなんだ。いつもいつも思ってた、
サルビアの花をあなたの部屋の中に投げ入れたくて、そして君のベッドにサルビア。何してんねん。できたで。いつまで見てんねん。俺のせいちゃうで。じゃあ俺行っていいんですかね。行かなあかん。自分毎日楽しい誰のおかげやね。行かんかったら失礼やわ。そうだよ、あやいのおかげで楽しいこといっぱいあったのに、ポスターこんなにしちゃっても恥ずかしいよ俺。そんなもじもじしてる方が恥ずかしいんちゃうか。いやもう言わないでよ。あやいやったらこっちだよ。ほんなら俺が代わりに行ったるわ。いや、いやだ。ちゃんと目見て、あややにいつもありがとうって言うんや。俺。いただきます。泣いてんねん。そんなうまいか。いやめっちゃ普通ってか粉っぽい。嘘や。え、ほんまや。え、なんで。え、なんでやろ。何ですかこれ。嘘や。あ、ザラザラする。ザラザラしますよね。なんかすごいザラザラする。何入れてるんですか。え、いや、あの書いてある通り作っただけやで。え、なんで。じゃあ何これ。どうぞ。あ、はいはいはい。
ちらでお待ちください。頑張って、はい、頑張って、頑張る、ありがとう、ファイト、ファイト、よし、よし、よし、ありがとう、どうぞ。こんにちは。アヤヤが見ている。おじょこにまみれたこの見る価値のない僕を。アヤヤが見ている。アヤヤが見ている。アヤヤが見ている。いつも見てます。いつも聞いてます。いつも応援してます。ずっと好きです。ずっと応援してます。いつも応援してます。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。今まで逃げてばかりだった自分を卒業できたのはあややのおかげだった。不敬あかんわ。これ誤認逮捕や。なんや、メガネ以外一個も似てへんで。ああ、真犯人ここにおんねん。通報したのか。徹夜続きで家にもろくに帰れない仕事をしつつも、週末はいつもの仲間たちと大好きなアイドルの応援。それも決して悪くはなかった。これ R 君、みんな初めましてやろ。どうも、はじめまして、R です。 R 君。はい。ミキティオッシャー、わかります？わかるわ。適当やで、この人。座れよ。R 君、ミキティのどこが好きな？しかし、心のどこかで物足りなさを感じてもいた。好きな音楽で生きていくという夢と向き合わずに、僕は逃げていたのだ。ね、バンドやらない？バンド？いや、いつものイベントを音楽メインでやるっていう思いつきなんだけど。お待たせ。どこから出てきてんの？わざわざ登場曲に乗ってやってきました。恋愛研究会の飯田です。恋愛研究会っていう名前でさ。なんでそれなん？じゃあ T シャツ作りますか？え、俺ドラム叩けちゃうんだよね。本当ですか？僕もいいっすか？ギターやってるんで。そうだよね。うちらの衣装なんかできるかな。しゃーないな。歌ったるわ。どんな風に呼べばいいのか。
わかんないから近寄って話しかけてる私って性格まで変わったわ。こちらこそ楽しかった。で最初はさ、ハロプロのカバーじゃなくてみんなで普段考えてることをラップでぶちまけようって言ってたんだけど、うん、まあそれだと絶対グダグダになっちゃうし、今日初ライブだったからさ、うん、これからも頑張ってな。おお、つるぎ最高よかったね、ライブ。え、見てた？おお、見てた見てた。いや、見てなかったでしょ。明らかに今来たでしょ。いやいや、また今度ちゃんと見に来るしな。うん、俺ら剣のこと応援してるから頑張ってや。ほな行こうか。うん、佐伯さんと出会わせてくれてありがとう。ほなまたね。剣さん、紹介していいですか？彼女のナオです。はじめまして、ナオ言います。剣です。どうも。彼女来てましたよね？いや、多分振られたで。なに、何これ。なおちゃんも打ち上げ行く？いえ、ちょっと。どうしたの？いや、何でもないです。ストーカーなんです。誰がナオちゃんにストーカーしてんの？お前がいらんこと言うからよ。いらんことちゃうやろ。ナオちゃん、なんかあったら俺らに相談しな。わしがやったるわ。ストーカー呼んでこい。あの車でして。え、そこおるで。おう、見えてるわ。呼んできたのか？いや、見るだけで。やったら言うたんちゃうんか？車ですよ。車関係ない。じゃあ、あの車の横通って帰りますか？おう、顔だけ見たろ。やめて、ほんまやめて、ほんまに
刺激せんといて。え、そんなに？ちょっとシャレにならんレベルなんですよ。まずお前が行くんが筋やろ。ネット弁慶が何言ってんねん。ネットで来たらネットで返すんがネット弁慶ですよ。現状ちゃいますやん。向こう車ですやん。なんでやろう。お前何してんねん。何も知らんわ。小泉さん、もう大丈夫ですわ。話しましょう。奈緒ちゃん、なんか怖いことあったら俺に言うてや。あんたに別に何も言わんし。話せて。お前さっきから誰にもの言うてんねん。手離せ言うてるだけやろ。話せよ、ほんま。話せ。あ、何してんねん。いじめってんちゃうぞ。いじめってへんわ。黙っとれ、このクソチビが。え、なんて。クソチビが！聞こえてる！聞こえてんだら言え！何をや！最初から反応せ！誰にもの言うてんねん言うてんねん。このクソチビに言うてんねん。次の日から奴の攻撃が始まった。さんて俺なんて肝オダですよ。それは間違ってないやろ。中内さんと小泉なんてヒゲチンポとゴリラチンポですよ。お前ちょっと自分の読んでみよ。ん？変態色もん。はじめのうちは僕らに対する悪口だけだったのが、だんだんエスカレートしてきて、やがて向こうの姉らしき人まで混ざってきた。ラチャカンは、とりあえず謝ろう。それしかないな。そうですね。お前がおるからや。そうやな。謝らな。面倒くさいので適当に謝罪して済ませようとみんなで合意したが。とりあえず謝ろう。しかしネット弁慶のこの男が異を唱えた。お前がおるからで、西野。な。うん。みんなで一回謝ってこ。な。ダホか！なんで悪いこともしてへんのに謝るのあかんねえ。俺があいつ論破しとるわ。僕らの悪い予感は当然のように的中した。コズミンは猛然と反論を返すものの、相手には全く通用しない。話はこじれにこじれ、ついに対面して謝罪することになったのである。僕らもほんまあかんことしたなって、それでちゃんと頭下げさせてもらおうななって。なんやねん、そのカーの泣くような声は。お前が謝りたい言うてきたんちゃうんか。いや、謝ってますよ。何偉そうに口聞いてんねん。あ、土下座せえや。土下座！すみません。はあ、聞こ
ちっちゃい声じゃ。本当にすいませんでした。それはプライドの高いコズミンにとってどれほど屈辱的だったかわからない。あ？さあ、年が明けたら東京に引っ越すかも。東京？うん。なんか向こうで知り合いがライブハウスで働いてて、で、そいつがそこ辞めるから代わりに働かないかって。へえ、ライブハウスか。鶴木さんはずっと大阪にいるの？いや、何も考えてないですけど。そっか。あいつら皆殺しにしたぞ。小泉さん、もうさあ、いや、もうやめましょうよ、それ。なんや、俺が土下座してんの見てゲラゲラ笑ってたやろ。高内さんは来てなかったですよ。あいつらと戦ったん誰や。誰って、そんなバカあんたいないよ。あんなら最初から相手にしなきゃいけない。俺が論破してるって自分から突っ込んだんですよ。それで何か言われて文句あるんすか。みんな止めたのに言ったじゃないですか。そんなの笑うに決まってる。笑ってくれただけマシじゃないですか。まあまあまあね、もう先生、大体何やねん、あの R はほんま立ち悪いわ。あかん、 R は俺が根性叩き直したる。なおちゃんもあんなんと一緒におったら破滅するだけや。もうこれ相手変わってますね。もういいですよ、ほっときましょう。それから少しして中内さんは東京に旅立っていき、そしてコズミンの暴走が止むことはなかった。おちゃんもあんま都合のええ女になりすぎたらあかんよ。うん、なおちゃんええ女やし、いや R もええ男やねんけどな、でも釣り合わへん思うわ。うん、小泉さん、何？なんでそんな展開になんねん。まああれから奈緒ちゃんの相談受けてたから俺も言うたったんですわ。 R は人間としてあかんねん、自分の傷深なる前にやめときって。なんでやろう、なおちゃん、俺の話はよう聞くんですわ。やっぱり大人の男の良さ分かってくる年頃になったんちゃいます？そんなんで、雰囲気になってきて。そやろ。ほんまですわ。お前、どこまでやったよ。一応、服の上から胸もんどきましたわ。小泉さんは、アールと違うん？違うわ。何？何もかも違うわ。まあとにかく、なおちゃんは間違いなく俺んとこ来ますわ。R には悪いけど、俺の勝ちや。小泉さん、俺の勝ちってどういう意味ですか？どういう意味って、あの二人はもう終わりで、なおちゃんは俺のもんになんねん。言うたら俺の勝ちやんか。何です？勝ち？そうや、勝ちや。よう聞いとけ、 R と奈緒ちゃんはもう終わりや。次奈緒ちゃんと会ったらセックスしたるわ。
胸もんだら我慢ジェルでズボンの裏パリパリになってしもたわ。マジか。マジか。え？何ですかこれは。ええやろ。これ貼っとったら遅れてもうた。ほら行こうか。いや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 。はず。いやこれ乗られへんわ。がっつりぞ。早せや。早乗れや。あ？早乗れや。乗るかボケ。なんでやねん。はずいよ。さて、すごく突然なのですが、モーニング娘。から大事なお知らせがあります。リスナーの皆さんに2人から直接お話ししてもらおうということで、この2人に来てもらいました。はい、そして私、石川梨花はですね、来年の春のモーニング娘。のコンサートツアーいっぱいで卒業することが決まりました。はい、ということで、卒業の…なんべん聞いても納得でけへん。リカちゃん、うっせやろ。鶴見さん、おお、中内さん。え、一人みんなは？あ、もう中入ってます。僕チケット1枚余ってるって人からネットで買ってて、で、ここで待ち合わせ。ああ、そう。いやこんなとこにもチャリで来れちゃうんですね。羨ましいな。いや、鶴見さんも東京来たらいいのに。音楽やってるなら面白いと思うよ。そうっすね。え、なんか結構いいの乗ってますね。ちょっといいですか、ちょっと。これ。え、ちょっと。あの。あの、鶴木さんですか。あ、馬場さんですか。はい。落札ありがとうございます。これ、チケット。ありがとうございます。モーニング娘。を卒業します。石川梨花20歳です。普段文章を書くのが苦手なんですけど、今日はあえて手紙に思いを書いてきたので、皆さん聞いてください。ディア大好きな皆さん、ちょうど5年前、私は4期メンバーとしてモーニング娘。に加入しました。初めて梨花ちゃん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそ、鶴木君が隣で本当楽しかった。僕もです。
卒業ってやっぱり寂しいね、剣くん。私すごい感動しちゃった。大丈夫ですか？ごめんなさいね。私さっきから剣くんって呼んでましたよね。私普段高校の先生やってて、だから若い人といるとついなんかそういうふうな態度になっちゃって。そうなんですか。ママさんって先生なんだ。だから卒業式に弱くってごめんなさいね。なんかこんなおばちゃんが感傷的になっちゃって。全然全然。いやいや。すごいいい卒業式でしたね。はい、すごくいい卒業式でした。じゃあまた。はい、また。2005年5月7日、今日をもちましてモーニング娘。を卒業します。石川梨花20歳です。普段文章を書くのが苦手なんですけど、今日はあえて手紙に思いを書いてきたので皆さん聞いてください。そうや、ガチや、よう聞いとけ。 R と奈緒ちゃんはもう終わりや。次奈緒ちゃんと会ったらセックスしたろ。そうや、ガチや、よう聞いとけ。 R と奈緒ちゃんはもう終わりや。次奈緒ちゃんと会ったらセックスしたろ。お前もうやめえや、俺まで泣きとなるわ。絶対許さへん。勝ち負けちゃうでな。お全員自分の味方やねんから。今だけや、今だけ辛抱やで。泣くなよ。乗ってる剣を裁くコーナー。証言その1、おしりペンペンズ石井もたこさんから。剣くんは先日バンドをしてた時のファンの女の子に路上でサインをしてました。はい、これはだいぶ調子乗ってますね。してくれって頼まれたからしただけですよ。たまたまですよ。その女性は可愛らしかったらしいですね。そうなんですよ、ちょっとハロプロ顔で。その方にはサインをしてあげただけですか？当たり前じゃないですか。連絡先とか知らないですよ。知るわけないでしょ、道で会っただけなんだから。そんなハロプロ顔だという女性と剣くんのミクシーのメッセージでのやり取りをこちらに印刷してきたんですが。待ってください、なんでそんなのあるんですか？はいはい、大丈夫です。ちょっとお名前は、うん、メレンゲ少女エリーさん、はい、はじめまして。先日フェスタルゲートのそばでサインをいただいた武田彩。ちょっと名前、名前はダメだ、名前はダメ、名前はダメ、名前絶対ダメだ、名前、名前は絶対ダメ。どんな気に剥がしてんじゃん。ダメだって。だから名前はダメ。話しかけるか迷ったんですけど、名前ダメ、絶対ダメ、名前ダメ、武田彩です。ダメ。それでは決
ズバッといっちゃって。ああ、もろみさん。ほら、行くで。ちょっと待った。こんなもん茶番や。なんやなんや、R君が怒ってはるで。ほんまに裁かれなあかんやつが他におんねん。おう、それは誰や。小泉、お前や。え、なんで。お前、人の彼女に何してくれてんねん。俺に言うことあるやろ。今のお気持ちをどうぞ。何秒くらいした？入れましたか？30秒ほど。30秒ってな。そうや、カチや、よう聞いとけ。 R とナオちゃんはもう終わりや。次ナオちゃんと会ったらセックスしたるわ。セックスしたるわ。邪魔我慢してるで。パリ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 になっただけや言ってるやろ。つるぎ、もうやめよ。これつるぎ、やめよ。小泉、お客さんの前で謝りましょう。小泉、謝って。謝り。あかんぞ小泉。謝って。すいませんでした。そんなんじゃ R 君は納得できへんようです。これで仲直りですよ。待て、喧嘩はやめろ。恋のからくり夢芝居、セリフ一つ忘れもしない。誰の筋書き花舞台、行く先の影は見えない。男と女操りつられ、細い絆の糸引き引かれ、稽古不足を幕はまたない。恋はいつでも初めている。せっかくの感動のフィナーレも、西野さんの謎の熱唱によって完全にどうでもいい雰囲気になったのであった。打ち上げ行くで。行くよな。お前着替えろや。着替えへん。フレンチ行こうや。フレンチ行こう。フレンチ行くか。お前何だろう、打ち上げ行きますよ。帽子。え、R 持ってきましたよ。
白かった。何やねん本当にすみませんでした。もうええわ。どんなことでも笑ってしまえばいいという雰囲気は増すばかりだったが、しかし時間は着実に流れていた。それぞれがハロプロと同じくらい大切なものを見つけたことで、楽しい日々は区切りを迎えようとしていた。みんなも、そして僕も。入ってきます。うい。でもコズミンだけは変わってない気がした。良くも悪くも。これどうすればいいですか。ちょっと鶴見さん返信しといてくださいよ。中津さんリアクションしてください。どうすればいい。
見舞い行ったら入院ついでに股間のかゆいとこに薬塗ってもろて一瞬で治されてたしなんだもん心配して損したはいじゃあはいパワーアップしてます鶴見さんちょっといい？はい。知り合いのバンドがねベースが脱退しちゃったんだって、はい、もしよかったら剣さんに声かけてもらえないかって言われてて。いや本当ですか？うん、この間出たバンドの先輩で、でなんか剣さんに会ってみたいんだって。え、ぜひ。あ、本当に？はい。あ、よかった。じゃあ連絡先教えても大丈夫？もちろん、うん、ありがとうございます。うん、何ですか？いや、鶴木さん、東京出てきてよかったですか？よかったですよ。え、なんでですか？いや、あ、なんだろう。いや、え、いろいろ。いや、何でもないです何ですか、言ってくださいよ。いや、うん、いや、まだみんなで大阪いたらほらお見舞いとかもっと行けたかなとか思って。あ、いや、でもね、あの、みんなで大阪いても別に病気にはなっただろうし、あの、いや、よくわかんないけど、なんかほら、俺が剣さんのことこっち呼んじゃったみたいな感じになっちゃうよ。いやいや、高橋さん、俺は今が一番楽しいですよ。いや、本当に。はい。いや、なんですか、もう。わかりますかね、この薄くなってる部分、骨への転移が考えられます。すいません。まだ生きてるし。
アホや。おお、当たる。はい、はい、コズミン、ご会長てってれコズミン、おお、鶴さん、久しぶりやな。高橋さんも。あ、なんておんねん、一人で来たん。病院迎えに行く言うたやろ。歩いてきましたわ。病院から歩いてきたんですか。抗がん剤がな。抗がん剤が効かないんですか。めちゃ高いねいくらするんですか。1錠で6600円。たっけ。それ前の薬や。今飲んでも何本やった。1万飛んで510円や。へー、それ風俗いけちゃうじゃないですか。自分に言われんでも分かってるわ。医者に飲まんかったら死ぬ言われて誰に文句言うたらええねん相変わらず怒ってるじゃないですか。死んだら遺産で製薬会社訴えてくれ言うてんでブロンズ像になって法廷に置いてもらいますわ。何ですかブロンズ像って。ウルトラセブンは兄弟みんなブロンズ像になるやんか。いや、それセブンじゃないですよ。え、嘘やろ。引っ張りと聖人はウルトラマンエースでしょ。ほんまや、アホや。あ、なんて言った。いじめてんちゃうぞ。怖いわ。いや、セブンやんな。いや、エースですって。エース。伊藤、どう思う。え、あんま聞こえへんねん、これなんてどんな風に呼べばいいわかんないから近寄って話しかけてる私って性格まで変わったわ。恋の神様のこと泣いてんねん。アホやな。ちょっと思い出したって。何をや。あの頃おもろかったな。でも今泣いてる自分もおもろいんじゃん。おもろいわ。こいつめっちゃおもろいわ。何言ってたんすか。土下座する人より全然マジでしょ。
2010年、前向きに生きることを諦めない小泉はこのタイミングでツイッターを始めた。鶴木さん、はい、これこれ、え、帰宅ってこれ何分前ですか？今いや、まずいですよね。5時もすごいことになってるし。リツイートしたんですか？しちゃった。俺がしたかった。あ、すいません。これは世にも珍しい末期がん患者の危篤状態のつぶやきとして一気に拡散されていった。まだ生きてるみたいですね。うん、危篤って解除されることあるんだね。早速医者に激怒してる。うん、また怒ってる。まあいい人から先に死ぬって言うしね。コズミンってさ、悪い人だよね。最悪の人間でしょ。だよね。嫌なやつだもんね。鶴木からなんか届いてるわ。モナミちゃん入ってたで。いや、コズミンな、うん、今 AV 見えひんねん。え？アニメとかフィギュアの方が嬉しいんやって。ほんま？何の境地やねん。病気になってからやな。俺ら分からんけど、人間より二次元の方が好きなんやろな。食べるラー油って今流行ってるやつや。うん、ラー油もついてきたで。食わしてみようか。いや、あかんやん。嫌がってるやん。いやいや、大丈夫やって。味がついてるもん食べさせた方がよう走るってダイスポに返したで。それ馬の話やろ。嫌がってるやん。いや、でも薬高い言うてたからこんなんで治ったら最高やな。うん、400円ってほんまか。え、高っ。ほんますんの。
嫌がってるわ。向こう向いてんだ。嫌な。生死の境を何度も越えてその度に戻ってきたコズミンだったが、しかしこれが最後のつぶやきになってしまった。だからセブンじゃないよ、エースなんだって。はい、参りました。小泉さん、お帰りないですか？どうしました？小泉さん。人生で一番楽しいかもしれない。え？違うの？何やろ。シチュー作ってくれた時ちょっとだけいい人だったけど、大丈夫、みんな知ってる。ああ、落ちてきたんやね。失礼しますね。コズミンはケチでスケベで意地の悪い小心者で、ネット弁慶の最悪な人間です。それではお満たせいたしました。西野。はい。本日のメインイベント、コズミン像のお披露目です。これな目光んねん。すごいっしょ。何の意味があるの？これすごない？いや、分からん、それは。めっちゃかっこよくない？あ、ちょっと待って、ちょっと待ってなんすか？え？何してんの？これ、布かかってても目光んねん。急に弾けるというか、
まあお尻をいじられるのがお好きな方で。お尻？はい。よく NG 行為を要求する方やったんですけど、まあ、こんなことになるんやったらもうちょっとサービスしてあげてもよかったんかなって今は思うんです。あー、アホや。いや、死んでこんな目に遭わされるのほんま嫌やわ。いや、伊藤さんの時はもっと恥ずかしくしてあげます。いや、やめてや。彼の死についてはどのような印象をお持ちですか？いや、まさか小泉さんが亡くなったなんてっていうの。まさか、小泉さんが。はい。改めて。ちなみに、カオルさん、小泉さんのお通夜に行こうとされたという噂ですけど。はい。でも、仕事終わってから行ったんで、会場に入れなくて、で、お公園だけ、西野さんに預けます。あれ？常連のお客さん。なんで俺まださらされなあかんねん。いや、常連じゃほとんどええねん。お尻をいじられるの。いや、もう最悪や。こんなの聞かんでいいっすやん。いや、なんで、俺被害者や。こいつの被害者や。私は小泉さんの方が好きです。あ、負けた。いや、なんで俺振られなあかんの。いや、なんで俺振られなあかんの。小泉、そっちはどうですか？あれから何年も経って町はすっかり変わっちゃったけど、みんな元気ですよ。僕もいろいろあったけど、もちろん人生の中で今が一番楽しいです。でも時々思い出します、みんなと過ごしたあの頃を。鶴さん、小泉、会ってないね。自分ちょっと老けたな。はあ、東京で何してるんか知らんけど、もうアイドル飽きたんちゃうか。何言ってるんですか。道重さゆみが30になってすっごくいいこと言ったの知らないでしょ。え、何や、何を言うてくれはったんや。10代は可愛い、20代は超可愛い、30代は超超可愛い。私は常にピークなんです。だってほんまかっこええな。なんか悔しいわ。あ、ビヨーンズも知らないでしょ。絶対小泉好きですよ。ほんまか。ええな、ずるいわ自分。モーニングも相変わらず最高です。そんなん言われたらライブ行きたなるやろ。俺これから行くんですよね。ほな俺も連れて行こうかな。ああ、言うとくけど自分のおごりやで。分かってますって。小泉さん、お変わりないですか？ん？どうしました？小泉さん。あ、はいはい。ん？違うの？なんやろ。ああ、落ちてたんだね。
違うの？あ、これか。はい、ちょっと目に失礼します。Oh.